こんにちは、宮野博隆です。今週の傾向は先週に引き続いて非常に大きな変化がありました。先週は20年以上続いたヘルペスウイルス6の感染症による炎症と硬化、免疫力の低下、生命力の低下が非常に大きくあったものが急激に回復をし、で抗体ができたと思われる状態から HHV6 この反応がなくなり、21年前の患者さんのボディーランゲージ、これは体を検査した時のいろんな変化ですね、こういうものが出てきました。ところが HHV6 のウイルスが減ったことによって免疫力は上がり、多少は生命力も上がったんですけども、根本的に生命力が長い間ずっと落ちてたので、根本的な生命力の回復にはなっていませんでした。でそのために HHV6 の親戚のような HHV7、 このヒトヘルペスウイルスがですね、どんどん増殖をして免疫力の低下を招き、エスカレート的にまた免疫力が低下しているという状態で、わずか1週間のうちに21年前に HHV6 ヘルペスウイルス6がどんどん増殖したのとは桁違いに、ものすごいスピードでヒトヘルペス7が増殖していると。でそのために風邪も流行ってきて、その両方のことからちょっと今までと違った症状の出方をする、急激に新しいウイルスが伸びているために頭が急激に大きくなって発作が起こりやすいというような状態というのが今週の特徴で、今日土曜日になっては本当にこんなだとまた半年もしたら今まで最悪だった状態に戻ってしまうのかなというような感じがあります。果たしてどうなっていくのかはなかなか難しいところです。ただ現代医学の方ではこういった変化は全く捉えることができませんので、一般には分かりません。それから患者さん、治療に来ている患者さんではなくて一般の国民の状態も、免疫力が低下してたものが一時回復し、またどんどん免疫力が低下してきてますけども、あんまり感じてはいないんじゃないかなと。ただ弱い人というのは微妙に変化していくんじゃないかなと。何しろ変化が大きいので、また来週よく注視していかなければいけないと、そんな感じです。で風邪もやはり、免疫力が低下しているので治りにくいので、今週から来週、週末から来週にかけては風邪、急性の風邪というのは熱が出たりしますから、ちょっと要注意だと思います。何が要注意なのかというと、コロナと同じように一般の風邪もみんな空気感染です。ですから息を吸えばみんな入ってきますので、免疫力を落とさないように注意をする。ですから睡眠不足にならないようにとか、手上げ、かかと上げを頑張るとか、手上げ、かかと上げはこれはもう免疫力を上げる方法ですから、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思いますね。それと運動とか飲酒というのは極めて免疫力を下げますので、このような時には余分な運動とか飲酒は控えた方がいいと思います。みんなでたくさんで飲むのも個人で飲むのも飲めば同じですから、十分に普段から手上げ、かかと上げ、脳呼吸枕で免疫力、生命力を安定させていて、それでお酒楽しむのはまたそれはそれでいいでしょうと。